このメイクっていうのはこういう世の中が暗い時ほどすごくいい力になる。これ何度もこの間から言ってるんですが、本当に思うんですね。女性が美しい国って戦争しないんですよ。女性が美しい国は戦争しない。この言葉のメッセージってすごいと思いません？やっぱりこの美しさっていうのは人を攻撃する力を抑えたり、なんかこう自分を肯定感、自己肯定感を強めることによって人に優しくなれたりするっていう、この美容の力っていうのは本当に大事なんですね。だから美意識が欠けていくと、もうどうでもええっていう感じになってくると、人に対してでも、存在な扱いをしたりとかいうことで、それを積み重なっていくっていうことは、一人一人の女性が美しい国は戦争しない、争わないっていうことを言える言葉やと思うんですね。だからそういう部分では、今こそこういう大変な時、沈むがちになるわね、やっぱりテレビ見てたらね。だから僕はこういうふうにして、あえてそういう時に、こういう発信をしたいし、僕で言えることのメッセージを少しはしたい。同じことを何回でも言っていくつもりなんです。で、これは何回でも言い続けないと、やっぱり届かない。一回や二回言うたぐらいではね、やっぱり届かないと思ってるんで、口うるさいほどいつも講座でも言うてるし、昨日のオンラインの講座でも言いましたし、会う人ごとに言ってます。これはもう僕の役割と思って言ってるんです。だから、もし、お家でですね、子育てでお忙しい方、もうこんな、待機児童の問題とかいろいろあるから、それ大変なことはいっぱいあると思います。だけど、それは、そういう時の環境の中でも、一人一人の女性の皆さんが、やっぱ美しさを忘れずに、メイクをする気持ち、こう、心を整えるというようなつもりでですね、毎日を過ごしていけば、きっとその美しい心が、そんないろんな問題に対してのその力になると僕は信じてますんでね。ぜひぜひ、それをちょっとメッセージしたかったわけです。